バカレゲーム岩です。お世話になります。タテです。2022年もよろしくお願いします。今私はですね、アメリカのロサンゼルスに来ています。こんな感じで、次世代モビリティというかね、電動キックボードとかがたくさん走っていて、もうすでに楽しい。この後ですね、ラスベガスに移動して、CES のレポートをですね、動画や記事で上げていこうと思います。なんだろう。明けおめ？明けおめ？明けおめ？アメリカ入国2日目の朝です。まずはコーヒーから。前回の動画ではコロナ禍の出張旅行ということで、東京の羽田からですね、アメリカのカリフォルニアロサンゼルスに乗り継ぎをしながらですね、飛行機で移動するという体験レポートを動画でお届けしました。今回の私の出張の目的はアメリカで開催される CES というですね、巨大な世界で一番大きいテクノロジーのイベントを取材することです。会場はネバダ州のラスベガスなので、ここからですね、多分飛行機で、飛んで1時間ぐらい、車で移動して5、6時間なのかなの場所です。今日1日ロサンゼルスで時間があるのでですね、少し街の様子を見て今のアメリカがどうなっているのかというのをですね、体験しつつ明日ラスベガスまで移動します。今回の動画ではですね、そのロサンゼルスぶらり街歩き編1日とラスベガスへの移動編をお届けしようと思います。ロサンゼルスでは私は今こんな感じのね、ドミトリーのホステルに泊まってるんですが、4つベッドがある部屋で、使っているのは私一人だけです。なので、実質個室状態ですね。窓から見える景色はこんな感じ。ツイッターご覧いただいている方、写真がねポストされてたと思うんですが、それはですね、あそこのロータリーです。何なんだろうね、うまく言えないけど、なんかアメリカ感ありますよね。スクリレックスの MV であんな感じの風景見たなとか思いながら写真撮ってました。そしてですね、ここはロサンゼルスのダウンタウンですね。で、少し車で行くとスキッドローっていうちょっと治安が悪いところがあるような場所だったんですが、私はですね、昨日の夜空港からね直接入ったので特に危ないということはありませんでした。今日はね一日街の様子を見ていきます。ホールフーズマーケットでございます。ここのお惣菜めっちゃ美味しいのでおすすめです。野菜炒めはピリ辛で美味しい。何の野菜かわからない。牛肉めちゃめちゃうまいです。朝から最高。まあ、ちょっと長く煮込んでるから少しパサついてる感じはありますけど、味付けもいいしね、よく煮込まれた塊のお肉は美味しいですね。ちなみにこのホールフーズですね、アマゾン傘下の企業なんですね。通販のアマゾンですよ。だから日本だとねすごい通販のイメージ、もしくはインターネットの本屋さんのイメージとか、まあアマゾンプライムビデオとかいろいろサービス展開してますけど、アメリカだとですねこういう実店舗のスーパーマーケットを持っているというのがすごいですよね。何がすごいかっていうと、もっと生活に寄ってきてるというか、よく言うともう全部をカバーする仕組みになっているんだけど、悪く言うともうすごくなんかアマゾンに支配されてるみたいな感じが強いかもしれないですね。値段も安くて美味しいし、そりゃ行くよっていう感じですよ。スマートウォーターっていうこっちでめちゃくちゃよく見るお水なんですけど、容量が大きい割にボトルが細いんですよね。なんかクラクションが鳴ってます。ボトルが細いんですよ。なのでカバンの横に差しやすいというね。でもコンビニの棚とかに入れる都合だとね、高さを低くしなきゃいけないので、高さが低くなると自然的に太くなるんですね。日本で売ってるイロハスのペットボトルとか太めだと思うんですけど、これね1リットルで細めなのでカバンに差しやすいっていうのがいいですね。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかったって、スーパーのお惣菜でちょっと大げさだよっていうかもしれない。大げさかもしれないですけど、いや僕はこれ好きですね。12ドル36セントです。
なので、1350円ぐらいとか1300、1400円ぐらいです。まあ、例えば日本で、牛丼が280円だった頃と比べるとね、1300、1400ってちょっと高いって感じるかもしれないですね。まあ実際その払ってるお金としては高いですけど、ただ味はいいと思いますよ。比較的健康的なメニューですね。なので、私ですね、これはコスパが高いと、言えると思います。まあ、アメリカ物価高くなってるって言われますけど、サクッとねこのクオリティのものがこの値段で買えるっていうのは、まだまだお得感あるんじゃないかなというのがね、滞在1日目ですけどね、滞在1日目の私の感想です。次はですね、サミーズカメラストア、サミーズカメラショップかな、撮影機材のお店に行きたいと思います。私カメラのレビューとかもね仕事でしている関係ですね、そういうの好きなんで、ちょっと大きなお店に行きます。僕の友達のね、ウォーリーさんがね、そこがいいよって教えてくれたんですね。彼はもともとロサンゼルスに住んでいて、映像制作の、ね、学校に通っていたという人なので、まあ、彼がね教えてくれるお店なら間違いないでしょう。ということで今から行ってきます。コロナのテスト無料でやってて行列ができてますね。今私が乗ってきた市バスはですね、通常タップカードというのを買ってですね乗る仕組みなんですが、今はそのパンデミックの影響をということを考慮してですね、無料で誰でも無料で乗れるというふうになってました。あとね、車内でねマスクをね無料配布してました。棚みたいなのがあって、紙コップ取るみたいな感じで誰でも自由に取れるようになってましたね。西側というか、リベラルな州なのでちゃんとカリフォルニア、ロサンゼルスは対策してるんだなっていう印象があった一方でですね、窓開けたりとか、距離を取ったりとかそういうことはしてなかったので、もう一歩二歩で、もう少し踏み込んでやればアメリカの感染状況少し改善するんじゃないかなという印象もありました。一見すると狭いかなと思ったんですけど、結構階があるみたいですね。カメラ番組に来たんですけど3階に行ってくれと言われました。行ってきました、サミーズカメラ。4つのフロアにですね、動画とか写真のね機材が、販売されているというお店でした。岩です。ここはロサンゼルスカウンティミュージアムワードという場所です。入場料多分25ドルかな、今からちょっと見に行きたいと思います。こういうのを見たときに一番つまんないコメントが、あ、インスタで見たことあるやつだっていうね。でもそう言わざるを得ないですよね。インスタで見たことあるやつです。今このチケットオフィスで、チケット購入しました。こんな感じでね、Eメールを伝えるとそこに届くんですね。ちょっとどういう趣旨でやってるのかわからないですけど、例えば再来店というか再来訪を促すプロモーションをするとかっていう観点であるなら、なかなかビジネス的にはよくできた仕組みだなと思います。まあ、受け取る方はちょっと手間ですけどね。美術館でよくあるコメント、あ、教科書で見たことあるやつだ。美術館でよくあるコメント、あ、ピカソだ。美術館でよくあるコメント、意味がわからない。おはようございます。今日はロサンゼルスからラスベガスに向かいます。昨日はねどっかちょっと先でコーヒーを買ってこの辺りで飲んでましたね。今日もちょっと朝一杯ね、ケーキ漬けにじゃないか、カフェインを取るためにコーヒーを買いに行きます。Thank you. Have a nice day.味がね、びっくりするぐらい苦い。朝だから煮しまってんじゃないかなみたいな、なんていうの、蒸気で水分が抜けてコーヒーの濃い成分だけがあるんじゃないかみたいな味になってます。なんだろう、エスプレッソみたいな苦み、もちろんエスプレッソじゃないですよ、普通のドリップなんですけど、めちゃめちゃ苦い。まあ気合入るからいいや。そしてこの広々した感じ、天井の高さとかね、アメリカ
っていう感じですよね。ロサンゼルスのダウンタウンなんで、そこそこ地価は高い、土地の値段は高い場所なので、店舗はねコンパクトな方がそのなんだろう賃料が安くていいはずなんですけど、まあ、それでもねコーヒーショップにこのサイズっていうね、あの私の目線、お客さんの目線としてはね、まあ、広くて気持ちいいなっていう感じですけどね。すごいですね、でかい国だ。今から、ラスベガスに向かいます。空港の中からなかなか浮かれた感じの演出がありますよ。ここの文字はですね、旅の恥は書き捨てでいいのが、まあなんだろう、もうちょっとあの後のことは知らんぜみたいな、あのはっちゃけようぜみたいな、そういうイメージだと思います。ラスベガス、このちょいちょい看板にユーモアがあるっていうね、あのギャンブルはカジノだけにしましょうと、いやあの車に乗るところでギャンブルしちゃいけないよという話をして、どういう意味かっていうと、乗るときにですね、ウーバーかリフトのアプリだけを使って予約したり乗ったりしてくださいねって話をしてあって、あまり一般的じゃない白タク的なものに乗らないようにという注意を促す看板ですね。まあちょっとどうなんだろうね、ウーバーとかリフトも白タクじゃないのかっていうと分かんないですけど、現地の感覚で言うとやっぱその2つは別物になってるんでしょうね。ただでもそういうことを注意を促していながら、ここについてるね、ハッシュタグがオールインラスベガスって書いてあって、ラスベガスで全てをかけろっていう、どういうこっちゃねんって、慎重なのか慎重じゃないのか分かんないっていうのはね、面白いですね。いいのか、ご乗車は慎重にと、ただし有金は全部使ってってねみたいな、そういうあれなんでしょうかね、ラスベガスのね。今私も自分のリフトのドライバーさんが来るのを待ってます。ロサンゼルスで、ね、乗った時とだいぶ値段違いますね。16ドルぐらい、もちろんいろいろ異なる条件があって、例えば空港からの距離も違うし、時間も違うんですけど、やっぱねこの土地の物価っていうのも影響してると思います。ラスベガスはねやっぱり LA に比べたら全然物価がいろいろ安いので、その分ねリフトの乗車の値段も安くなってるんじゃないかと思います。Yeah, so if you see that big kind of thing over there, that's where the new part of the convention center is right there. Oh. So there's a bridge that can, that bridge that goes over, connects the new West Hall with the old hall there. Oh my god, this is almost like a spaceship. Yeah. So it's huge. Wow, this is so cool. So it extends most of the block. So you can be in the North Hall or the South Hall. Yeah. You can cross, take across the bridge and you're right there. What? So it's huge, man. I mean, like I said, it doubled or maybe even tripled the amount of square feet. Check in 完了でございますが、とりあえずめちゃめちゃ大きかった。来ましたよ。ラスベガスコンベンションセンターが目の前っていうね、この立地は最高ですね。もう仕事するためのホテルって感じですよ、私にとっては。テンション上がってきたぞ。バーベキューグリルがあるじゃないか。これ勝手に使ったら怒られるのかな。まあお肉持ってないけど、ホテルの中で Google マップが必要になりそうですよ。おお、いいっすね。ジデンスインというだけあって、このようにキッチンがついてるんですね。めっちゃガタって言ったけど、誰かいるのか。開かないってのは怖いね。ガタって言って開かないのは怖いじゃないか。ソファーがある。テレビは LG 製でございます。おお、快適そうなダブルベッド。お風呂ですね。完全に私が不審者みたいな感じになってますけども、お手洗い。
なかなかね、今回は移動に次ぐ移動で、移動 Vlog という感じですがね、今度ラスベガスに着いてから CES の取材をするのがメインですからね、一旦ホテルに入って、体制を整えてからね、あさってかな、しあさってかな、ちょっとスケジュールも頭から抜けちゃってますけど、取材頑張りたいと思います。動画ご視聴いただきありがとうございました。この映画、ね、気に入っていただけた方はぜひいいねをお願いします。そして、まだの方はですね、ぜひチャンネル登録を忘れなく。それでは皆さん、また次のブログでお会いしましょう。バイバーイ。